じだけど、どうするのかな、でかなとじゃ。町営無料駐車場ってなっとったっけど、結局、よさげなのかな、あ、やばい。言ってたら電車が来る。あれ、大見鉄道ってどれぐらいの頻度で電車が来るんでしょうね。こっちから抜けれる？こっちからは抜けれないのか。抜けれそう。抜けれないね。どういうことなんだ？何も調べずに来てるんで。あ、鳴ってる。これが案外書いてないね。あ、書いてある。日野町へ、日野駅前無料駐車場。これ処理しないでください。とにかく、フリーなんだ。あ、電車来てんじゃん。いいじゃん。お、あ、いい感じだ。これは絶対間に合わねえな。今から切符買ってやってたら。よいしょ。お、いい感じじゃないですか。近江鉄道は確か西武鉄道グループなんですよね。その兼ね合いで走ってるの、なんか西武系の電車が、の旧車が多いみたいなのをどっかで聞いた気がする。これ彦根行きなんだ。彦根まで行けるんだね。そう考えると便利だな。うわー、ローカルだ。そこになんかちょっと給油施設みたいなのもありので、そうですね、これも旧西武車ですよね。そう、近江鉄道だと三岐鉄道もね、三岐線は多いですもんね。かな、まだまだ奥のあれか。よいしょ。まあ無料駐車場もどうもこのまま使っていいみたいなんで、だからその駅の利用者に使ってってるとかでもなく、本当のフリーの駐車場なんかな。へえ、ありがたい。いやー、今日もまあ何も調べずに来ましたからね。20分前まで近江鉄道に乗ろうなんてことすら思ってなかったからな。はあ、なんなら知多半島に行ってる予定だったんだもんな、一瞬。あ、でも、マシクは暑いね。マシクは暑いね。あ、意外と今日暑いな。あ、そう、ちなみに今日ね、こういうお出かけをするつもりじゃなかったんで、実はカバン持ってきてなくてね、今慌てて、亀田用の、完全にカバン代わりに使ってるんで、なんか変な感じで使ってますけど。よいしょ。場所はもうそんな離れてないですけどね。電車の預かり所もあるし。ここは居酒屋なんだ。へー、すごい。で、で、これで日野駅前。へー、結構お弁当屋さんとかもあるし、あ、くら寿司ね、こっちの方で言うもんな。なるほどな。あ、向こう抜けてたんだ。あ、日野町の観光アップとかも出てるけど、あ、トイレ書いてもらった。あ、気づかないかけとったか、これよりこういうのが、まあ、日野駅とか、まあ、後でまた、あ、日野駅、あ、彦根方面行った方がいいのか。まずは彦根方面行った方が、いや、気分が悪いんだな、こっちだな。
きましたね、貴生川に。構内ゆっくり見ようかなと思ったけど、駅員さんとか、あ、遊園地だね。ここは会社とかなんだ。なるほどね。あ、そうね。ほう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 。で、ここになったらやっとるの選手。今から来て、すごいな。片岸選手船やから、すごいな、かっこよいな、そういう感じなんだな。引っ込みまでは来ていて、高台車の方に行けますか、してもあるのか、いろいろと回るところあるな。へー、で毎回10時28分、もうすぐに折り返してくんや。なるほどな。へー、気分かわいい。近道で駅見てこか。よいしょー。気分かわいい駅はいつも通過するだけだな。草津線の駅なんでね。JR 草津線と、なんだっけ、信楽高原鉄道か。なんか信楽高原鉄道の方とね、なんかつながってるフリー切符みたいなのもあるみたいな聞いとったり、それでちょっと行く企画を考えようかなとも思ってたんですけど、昔ね。なんか10時24分、ちょっと遅れてるのか。違う、まあ、9時半なんや。1時間間違えとった。あれ、じゃあ今の列車も引き込んで、そうや、そこがねえと思ったらそこにあったんだ。あ、そのくらい端にあるんだね。よいしょ。うわぁ、うわぁ、見にくいけど、そこにターミナルですね。そうだ、これの企画だったんだ。なんか何の企画なんてよく分かってねえや。JR 信楽高原鉄道をこっちから乗ってくのか。まあ、今日は信楽高原とかには行かんと、この後日陰の方に戻っていくような感じで。信楽高原の切符はどこで買うんだ。おりのお客様へ、ご部屋を臨時に乗車証明書、あとはすいません、乗車証明書を持って、あ、なるほどね。へえ、まあ、1時間ぐらい時間があるってことか。じゃあ駅前から歩いてもいいか。南口の方の方がでかいのかな。